新年を迎え、リトル東京では様々なお正月行事が行われました。1月1日開催されたのはお正月 in リトル東京。日本のお正月風情を体験できるこのイベントは今年で22回目を迎えました。オープニングセレモニーではイベントを主催する南下日系商工会議所の川田薫会頭、そして在ロサンゼルス日本国総領事館の武藤明総領事らが新年の挨拶に立ちました。その後は日系諸団体の代表者らによる鏡開き、そして餅まきが行われました。また米国書道研究会の生田弘子会長は今年の干支ネズミ年の書き初めを披露するなど、ステージでは新春らしいパフォーマンスが続きました。鬼塚ストリートにはたこ焼き、焼きそば、お餅、甘酒など様々な日本食の屋台が立ち並び、ミニ神社では新年の開運祈願も行われました。今年はですね、ぜひメンバーを増やしましてね、長年我々がやってまいりましたコミュニティのサポート、これをしっかり続けていきたいと思います。若い方の参加をこれから呼び起こしましてですね、活気ある日系社会を作りたいと思います。一方、米国高野山別院では元旦法要が行われました。今年も各地から家族連れの参拝客が訪れ、それぞれ新年の無事と平安などを祈願した後、おみくじを引いたりお守りを買うために行列を作っていました。家族みんなが健康でいられますようにと。 Mine is having good grades at school. Have fun time with family. Have a good time. この日は穏やかな天候に恵まれ、およそ1万人の参加者がお正月の催しを満喫しました。1月5日日曜日には新たに日米劇場でことはじめが行われました。毎年恒例のこのセレモニーは日米文化会館により主催され、今年で37回目となりました。新年を祝い、 JACCC のマスターアーティスト小坂弘和さんによって手掛けられるこの舞台は、東西の芸術文化が融合するロサンゼルスならではの演目です。今年もロサンゼルスを拠点に国内外で活躍するさまざまなアーティストたちが参加しました。先進仏教界の金奈良グループによる雅楽と舞楽、ユバル・ロンさんとアジズさんによるイスラムの宗教儀礼の一つスーフィーの回転舞踊、琉球国祭り太鼓、そして中村哲也さんとユバル・ロンさんの演奏に合わせてロサンゼルス弓道会による初夜の儀式が行われました。パフォーマンスの後は、昨年9月に館長に就任したパトリシア・ワイアットさんが挨拶、関係者らとともに鏡開きと乾杯をしました。また日米文化会館では地下1階の歳三渡辺クリナリーカルチュラルセンターの完成と、1階ギャラリーの南海いけばな教授会によるいけばな展示会を祝うセレモニーが行われ、来場者に甘酒が振る舞われました。いけばなの展示会は1月19日まで行われています。 We'd like to say please come to Little Tokyo and celebrate your culture as we celebrate our culture, and together come to a better understanding of everything that's beautiful in the world and celebrate the year of the rat. ソーカルジャパンはジャパンハリウッドネットワークのウェブサイト J ハリウッドネット .com でもご覧いただけます。